篠んのポッドキャスト教えて篠崎先生ポッドキャスト教えて篠崎先生は日本語教育についてのお悩みや授業のヒント文法に関する質問や発音矯正のやり方などを日本語教師歴20年の篠崎大師がお伝えする番組です知的に輝く人生ををコンセプトに日本語教育を楽しむノウハウを提供する 株式会社シノケンがお届けしますこんにちはチョーカリンですポッドキャストシノケンの教えて篠崎先生今日は第65回です篠崎先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします実はですね最近へへへへ漫画を買って、はい、えっとね。 もう箱買いで買ったんだけど、はいはい、キングダムって漫画知ってる？キン,キングダムキングダム、うんね、どんな漫画ですか？あれまだなんか見てないんだけど、あれはあの真の始皇帝かなんかの漫画かな。はい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 。はいはい、それを一巻から五十八巻まで箱買い。え一巻まで五十一巻から五十八巻まで箱買い。<ー>それがね今日 <laughs>、はい、大学に届いて今研究室に箱でドーンとあるのよ。 わあ、一、うん、箱の漫画それ,、うん、それとあともう一つああ,あと二つ買ってもう一つが進撃の巨人っていうああ、あれ結構有名ですね、うん、あれであのー、原作者の伊沢山さんと大分県出身ですよねそうなんですかそうよ知らないのえー、知りませんですかあれ大分の偉人だよあれなんか申し訳ないです、うん、そ,そのうち下のあたりからはこう <laughs> あの巨人がぶわーっと来るんだよ <laughs> あれのね、はい、あの一巻から最新巻まで箱買いしてはい あれめちゃくちゃゃく面白いですともう一つがね「<laughs> 鬼滅の刃」はい、あ鬼滅の刃も有名なものばかり買ってますねそうそうそうあれも一巻から最新巻まで今箱買いして今届いてないんだけどうんまあ街の状態なのお先生はどうして漫画をえいやだからあれ今ね若いね学習者の学習者もあれ読んでるじゃないですかはいねでそのそうすると そうすると教科書の言葉だけでやってもね学習者の心にはヒットしないわけですよ。ははそこでそういった漫画を読んでその漫画の持つ世界観とかストーリー性とかあらそこで使われてる言葉とかあるでしょ決まり文句とか。おお漫画で教師のお勉強でそう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 そっそう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 ちうそうそうちょっとそう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 そそう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 

でも今回の「今日の名言情報」をどこで見つけどう使うかを読んでやっぱりメールしようと思いました今日の名言はあれですね私の「メルマガ、ねはい、日々成長」っていうそのメルマガのワンコーナーですよねはい、うん、<coughs> 私はタガログ語を勉強しています、うん、日本語からタガログ語の作文をする際にどうしたらもっと上手くなれるか、うん、なんとなくじゃなく人に教えられるようなメソッドを作りたいと思っています、うん でもネットでし探してもなかなかパッとした情報はありませんでした。そんな矢先にたまた,た,ま,たま通訳翻訳フォーラムに参加された方の記事を読みました。語順とか訳す上での自然さについて参考になれることがたくさん書かれていました。うん、また別の日には言語間距離についての記事を見つけました。うん 私が高得しているとあるメルマガを発信している語学学校のホームページにありました篠崎先生のホームページにもありました、うん、前書きが長くなったのですがこんな私でも日本語と学習している言語の言語の特徴の違いがポイントなのではと気づいていました、うん、タガロ語語という言語の特徴ははっきり言う自信はないんですが、うん、そもそも日本語の特徴性格って何だろうと思ったんです、うん 篠崎先生は日本語の性格特徴をどのように説明されますか？教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。です。なるほど。はい。タガログ語っていうのはあれですね。フィリピンの言語ですよね。はいはい、知ってる？なんか教科書で見たことはあるんですけど、なかなか勉強している人は聞いたことないですね。<ー>はい、なるほどね。あの、ね、タガログ語って面白くてね。<laughs> はいはいはい。あの接中字っていうのがあるね。 雪中寺ああ雪地の中のやつですかねそう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 日本語だったら雪美寺とはいはい何々人とか人が表すねと瀬戸寺瀬戸寺よね反なんとかとか非なんとかねははいい。だけどタガロ語ってのは雪中寺ってのがあって言葉を一つの単語よこれをいきなり真ん中からパカーンと割って カーンとあってん、ね、そこにその中に何か切字をこう差し込んでまたガチッとこうやることで <laughs>、はい、その動詞の去を表したりとか面白いですね,ねそんな発想ちょっと日本語にないよねですね一つの単語を二つに割るというねいやすごいなまあなんかそういうのがそういう特徴もね、はい、まあこのタゴロ語にはあるということなんですけれどもでもこれ <laughs> 日本語の性格とかっていうとまあ例えば長さんだったら「はい」 まあ母語は中国語なわけでしょう。はい。日本語勉強するときには当然中国語と比べてああ日本語ってこうなんだって思うこともあるんじゃないかと思うんだけど。はいはい。えどなんか感じることありますか。えっと例えば発音が結構しやすいなって思ったことは。ああなるほどね。はい。<ー>でやはり母音は I U E しかないのですぐなんていう発音はすぐうまくなんていうすぐ慣れます。あそう。はい、え中国語って母音いくつあるの。 ボインいくつあるかは、ええー、急に言われても計算するのに、<laughs> 計,計算しないといけないような、<laughs> そういうレベルなんで。<laughs> はいはい。ああ、だからね、でも中、中国人の留学生に私もいろいろ聞くんだけど、はい、みんなやっぱ同じ反応で、え、ボインっていくつってこうやっぱり指数えるもんね。あ、はい、そうですね。数えて途中から諦めるんだよね。<laughs> はい、日本語だったらパッと五で答えてきるんですけど、中国語は十。 10個近く <laughs> 10個近く。だったらまあ, <laughs> あ<れ> 1>, 1桁か2桁か、まあ、なるほどね。計算したことはないんですけどあとは日本語の助詞とかが結構難しくて、うん、やはり中国語は膠着語ではないので<ー>そういう助詞を使ったりする習慣もないんですし、うん、なんていう意味が分かりませんっていうこともよくあったりします。そそそうか。もも中国語にこう着、あの なんか助詞がないから、はい、その助詞をつける意味がそもそもこう頭に入ってこないっていう、はい、そなんなのなくたっていいじゃん<す>、ね、<laughs> 単語だけで話したいなみたいな, <laughs>、ねなるほどね、これね、まあ、いろんな見方があると思うんですよね日本語の性格性質っていうね、はい、でこれね私が思うのは人はですね <laughs> えとまず日本語の,その文末表現というのは非常に豊か。あそうですね、はい、まあこれモダリティとか言いますけど、はい、例えば、えー、水量を表す言い方一つとっても何々だろうとか何々でしょうとか、はい、何々に違いないとか <laughs>、はい、何々ではないかと思うとか。でその教科書には これらの違いを、なんていう、述べろみたいな。出日本、あの日本語のね、文法の授業とかね。ありますよね。で、悪魔です。やっぱり、そのモダリティ表現が、非常にあの高度に文法化されてるっていうか。あのモダリティも、この種類のモダリティ、この種類のモダリティ、この種類のモダリティがちゃんとあって、カテゴリーがあって。それがちゃんと、その語順が決まってるわけですよね。うん。っていうのが、まあ、一つですよね。で。 ことはどういうことかっていうと、ほら文というのは命題と,、えー、とモダリティって分かれるけど、はい、命題というのは言いたい内容。言いたい内容ですね。はい、内容そのものだよね、はいで。モダリティというのは言い方ですよね。はい、でしょ、はい、伝え方なわけじゃん。奥深いところで。<laughs> うん、伝え方と。ということは、日本語というのはその、まあ、何を伝えるかっていうことも,ももちろん大事なんだけども、はい、それ以上にどう伝えるか。はい、相手に どう伝えるかってうはかなり相手に対してこう配慮してるってことでしょ結構、日本文化が入ってるところですね。聞き手をどういうふうにこういうふうに言ったらどう感じるかなみたいなことを、<laughs> ましね、もうすぐそういうことに気を使うっていう、はい、それがまあ高度に文法化してるってことですよね。はい、あそこがまず一つかなと思うんですよね。はいうん、でもう一つはね、これもね、結局つ、根っこではつながってるんだけど、敬語あー、はい、確かに。うんまあ、尊敬語と語ととかか謙譲 複雑です、ね、複雑ですね、はい、あるでしょ言語、はい、で中国語と敬語ってこうあるんですか一応あるんですけど数えられるのは1つや2つか3つぐらいですかね。<laughs> あ3つぐらい。<laughs> あと名称の敬語とかそういうのあったりしますけど日本語ほど複雑ではないんですか日本語だったら,ほら尊敬語と謙譲語とか丁寧語とかっていうのがあってあるまあもっと詳しく言うと5つあるんでね。はい、尊敬語語語ととと謙譲語1と謙譲譲 だから丁寧語と美化語ってあるんだけど、はい、それぞれがその作りその作り方がちゃんとこう文法体系としてこうカチッとできてるわけじゃないですか、はい、そういう文法体系みたいなのは中国にはじゃあそんなないって感じですねあと英語もまあプリースを使えば何でも敬語になるような <laughs> <laughs> そんな感じいですよね、はいうん。ということはこの敬語ってのも結局何かあったら相手に対する配慮なわけでしょ。 またもう、うん、うでそしょうだって、一人りごとで敬語を使わないでしょ大丈夫です使<が>って話なわけじゃないですか <laughs>、はいうん。ということは、日本語っていうのは、そのえー、と何をつもうこれもさっきも繰り返したけど、何を伝えるかってことよりも、どう伝えるか、相手に対しての配慮といいますか、そういうにものすごく神経質な言語だというふうに言うことができると思うんですよね。はい 多分こう中国語だと英語、今英語って言ったけど、だとその伝え方よりも伝えたい内容内容の方が <laughs>、はい、あがメインで大事で、はい、いやコミュニケーションってそれでしょっていうぐらいの思い <laughs> 感覚、何を伝えるかをちゃんと伝えることが大事でしょっていう、はい、伝える内容が大事でしょっていうことだと思うんですけど、はい、あのその辺がやっぱりね、なんていうかな、はい、置き方、ポイントの置き方っていうか、重視するポイントの置き方が違うってことなんですます え何だとなどうしてだと思いますか日本はそううものの言い方にものすごくこだわる言語文化の違い、うん、中国とか多分アメリカなんかはそれよりも <laughs> その何を伝えるかっていうことに重きを置く言語なんでしょう、はい、それからもう文法的にもそれが反映されてるわけなはいなぜそうなのかえー、え日本人は結構人の配慮をする文化だからですか、うんうん、どうして どうして人にこう周りの人に配慮すると相手に配慮する、えー。えそこまで考えたこと特にないです。だって普通に考えたら配慮する人もいれば配慮しない人もいろいろいて、はい、まあトータルで考えたらまあまあトントンかなっていうふうに考えるのが普通じゃない、はい、だけどその人に対する配慮をがする人の方が多くて日本人の場合は、はい、それがしかもそれ使う日本語の言語の文法体系に影響も与えてるとこれ結構結構な。 個人レベルの話じゃないよね。はい、絶対に。はい、で中国語とか英語とかも、だと逆に内容の方に住所を置くんだったら、これも個人レベルの話じゃないですよね。はいうん、そう接しめさせてるのは何かっちゅう。どうしてですかえ、もう答え言う。<laughs> もうちょっと考えてよ。<laughs> えー、もう考えました。わかりません。<laughs> これね、あのー、あのね、えっと、中国とかアメリカとかだと、一つ、はい、は、 大陸でしょはい。ってことは。例えばね。アメリカだったら、西海岸で。人間関係にこじれても。はい、東海岸まで、逃げていけば。問題ないわけですよ。はい。中国も、例えば、北京で。人間関係に。で、色ごちゃごちゃになっても。はい,はい、はい。上海ぐらいまで、降りてくれば、まあ、問題ないわけですよ。日本は逃げ場がないです、ね。すぐ海だから。<laughs> はい、<laughs> うん、すぐ、はい、すぐ海だから。海外に行くしか。そう,そ,うそう、そう、そう。うて。 海にに身を投げるしかないわけですさが <laughs> あれはまず,いです <laughs> まずいよね。で,、はい、で,でなおかつ,つのアメリカとか中国とかまあっていうのは割と異民族とのあ多,民族、ね、多民族社会っていうか歴史的に違う民族と接する機会が多かったわけですよね。はい、そうすると結局何を伝えないといけないかっていうのが大事になってくるわけですよ。だってその考え方の全体が全然みんな違うから。はっきり言わないと向こうには伝わりませんらいよね。例えばアメメリカでラーメン食べるとも の片面がいいのか柔らかいのがいいのかなんとか味ういろいろいろあるわけじゃない、はい、<laughs> まあ日本も今そうだけど一方日本はどっちかというとまず国土がすごく小さいのでちょっと人間関係でこじれると、はい、<laughs> 海に身を投げるしか<笑><笑>まあまあ一生なんか生きづらい生活を送らないといけないぐら、はい、でしかも日本って農耕民族だから、はい、そ,のその土地に張り付いてるわけでしょはい、はい、みんな張り付いてるそこに、はい、みんな一緒にそこで生活してるから、はい。 そこで人間関係崩れると、噂も早いです、ね。噂も早いし、<laughs> 一生なんかね、ぎくしゃくした人間関係の中で生きていかないといけない。はい、でしょで、なおかつ、だからそれ、だからまず相手に入る、物言いをしないと、ね、生きづらいと。はい、あともう一つは、農耕民族だから、何をしないといけないか、年間行事とかも大体決まってるわけよね。はい、だって、春になったら田植えをして、はい、夏になったら、 お祭りをして秋になったら収穫祭収穫祭して、はい、冬になったら米が育たないからなんか他の内職かなんか仕事して、はい、っていう,うに1年間のスケジュールって大体決まっててはい、はい、で一生も七五三になったら神社に行って二十歳になったら成人式で飲んで子供が生まれたらお酒飲んで、はい、大体決まってます。<laughs> 決まってますよね <laughs> ね、何歳になったら何があって何があってもうだって決まってるわけじゃないですか。はい、いうことはもう話さなくてもみんな分か,っちゃ分かってるわけ <laughs> <laughs> そ,のそのロードマップとずれることがあるとそこで初めて話す必要性があるんだけど、はい、そんなのそんなにないから <laughs> ですねもう話さなくても <laughs> い,いいじゃんい、はい、は何,何を話すかっていうのはそんなにもう重きがないっていうか、まあ、確かに日本人は静かな民族だと言われてます。あそうでしょ国連ギャグって ってあって、はい、<laughs> はい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 国連国連でみんなが悩まし国連のの悩ましい問題っていうのは、はい、インド人をいかに黙らせて日本人をいかに喋らせるかっていう <laughs> <laughs> これがね国連ギャグって言われてるけど、はい、<laughs> だからねさ <laughs> そうなのよだか、はい、そういうふうなこうあるからつまりその 何を話すないといけないかってはもう、特に特,に特段も変わったことはあまりなくて、はい、もう確認事項をその都度やるぐらいで、はい、でもそんなに大事なくて、それよりも相手がにこう失礼がないかとか、相手の気持ちの人間関係がこうぐちゃぐちゃならないような物言いっていうことの方が生活する上ではすごく重要なので、だから敬語が発達するし、はいはい、だからモダリティ表現が発達するとす、はい、いうことなんですよね。 うん、これを一つ知っておくとななかなか面白いんじゃないかと思いますポッドキャスト教えて篠崎先生第65回でした篠崎先生どうもありがとうございましたはい、ありがとうございました今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では篠崎大師への質問をお待ちしておりますウェブサイト篠研日本語教師 篠崎大使研究室にあるフォームからお申し込みください URL は www.kanjifumi.jp www.kanjifumi.jp ですこの番組は提供株式会社篠県プロデュース篠崎大使 番組協力コロランテナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。